地域と世界の視点を踏まえながら直面する課題に向き合い、そして北海道の潜在力を発揮させ、未来を見据えた挑戦を続けてまいります。鈴木知事は定例道議会で道政執行方針を述べ、一般会計3兆215億円余りの新年度予算案を提出しました。ヒグマ対策として6900万円を計上したほか、ハンターの育成確保に向けた費用も盛り込みました。議会では道が導入を目指す宿泊税や半導体関連事業などについても論戦が繰り広げられる予定です。